バックストレッチに入っていきます。1番の前島が前に上がって誘導員かわしていきました。残り600の鐘。8番の小島は一旦下がってここは中段5番手をキープします。7番手に置かれた4番の関根、縦1列の体型になった4コーナーからホームストレッチ、まもなく残りが1周です。1番の前島が先行していきます。2番手は5番の神山ぴったりと追走、3番手7番の斉藤、さらには3番の鈴木と続いて8番の小島5番手から動けない。後方からまくってきたのは4番の関根、5番手から4番手、3番手に迫ってくる。さあ前に届くか、5番の神山がこれをブロックしていけるか。4コーナーから直線、1番の前島先頭だが外から一気に4番の関根、4番の関根だ、ゴールイン。2着はわずかに2番の宇佐。